大会に参加したい方は、カウンターまでお越しください。カウンターに来て、名前をエントリーした後に、エントリー料金100円をお願いします。あ、胸ありが来た。あ、けど今日人数多いから普通に東大戦でもできそう。はい、胸あり。はい、足休みだっけ。別に参加しなくてもいいよ。あ、じゃあ参加しないんだったら参加しなくていいですよ。ムナーリさん、あとここでいるメンツで参加エントリーしてない人はいますかね。シャル君は入ってるよ。あ、瀬尾君入ってる、入ってる、入ってる。今17名なんで、あともう1名欲しいかな。コウテ君入ってる。あ、入ってないや。コウテ君やる？うん、コウテ君を入れましょう。ぜひ期待のサガット使い。コウテ君は確かサガット使いですよ。あの、メガネの方？いや、今あの、破天荒さんとあの、のじあいしてる方。あ、あの人は、ね、やるのかな。20対10対10だから普通に東大してんすね。あと2人、今17名いるんでプラス3人、まあ最悪ハゲさんが入って20人にできますね。そうですね。もうそろそろ始めたいので、あとエントリーしてない方すいません、来てください。え、Windows7 を入れ直した。 OS の不具合だった。時間がない。そんな遅くまでやんない、そんな遅くまでやんない。はい、これで全員ですかね。お連れの方はやらない。
スがなかったらこのまま9対9でやってもいいかなと。18名いるんで。じゃあもうこれで、じゃあこれで締め切っちゃいますよ。よろしいですか。いいですね。あ、セロさん入ってないや。セロさん、セロさん、あ、はい。じゃこれで全員？じゃあ19名ですね。19名。はい。はい、じゃあこれで OK ってことで、ハギさん入って20で、チームリーダーは、私の独断と偏見で中島さんと金子さんにお願いしたいかなと。ガイル同士なんで。今日の放送は問題なさそう、はい、そうです、よかったですね。もう OS を入れ直したということで、それ以上、それ以降は特には問題はないと。少々お待ちください。今日は、20名参加ということで、シンプルに10対10の東西戦にしたいと思います。で今、ガイル同士ということで、金子ガイルと機械さんで、それぞれチームリーダーをしていただいて、チーム決めを今しています。今じゃ普通にこれ小村さんだよ。これの野次のブランカ。いや小村さん取りましょうよ。これは、ま、一応なんか本人酔っ払ってるらしいという。
あーなるほど、そうですね。なかなか分かってますね。まあそうですね、はいはい、ありがとうございます。こっから難しいですな。はい、このブランカは色が強さというか、これはご本人でございますので強い。うわうまっ。あ、機械さん迷ってる。キャラで行くなら中島ガイルとかかなあ。あ、これか、 S サガット中島さん、はい、ガイルとか。そうするともうもう実はサガットが一番多いんじゃないかっていう、びっくりした。なんで今日はこんなサガットいんの。S サガを含めればロード S サガット、チャポーズサガット、ムナーリサガット、皇帝サガット、4体いますね。珍しいですな。もっとここでセロ3テープを取ると。サガット使い、今栃木で頑張っている若いサガット使いでございます。残ってるのはハゲさんか、うん、湘南流。はい、これはもう、はい、ハゲさん取ると。はいはい、チームが決まりましたので 1P2P じゃあ先に決めちゃってください。じゃあ金子チームが 1P で機械チームが 2P ということで、はい、正面から4段入れる。昇竜拳で落として、ただのうわー、これは波動読めの大パンが入る。小室さん杖、順番は事前に決めてください。一応そろそろ始めたいので、今チーム分けが終わったら、の試合を終了して、大会の参加にご協力ください。よろしくお願いします。
じゃあチームが決まりそうですね。ワンピーの方はちょっと、あ、けど分かんないな。本物さんいるしな。チョロさん顔真っ赤ですね。かなりよって。何人ぐらい今日集まったんですか、池袋のランブルは。ああ結構来ましたね、まあ、なぜかあの神戸からも来てましたからね。スマザンギが、はい、じゃあチームが決まりましたので発表したいと思います。まず 1P 側、金子ガエル、バイパーさん、シュー、セオ、シャル、中島、アオサイ、ムナーリ、セロテープ、ハゲ。 2P 側が機械、破天荒、闘魂、ロード、チャポーズ、お茶丸、湘南、長州、コモダ、コーテ。以上10対10の本日はシンプル東西戦にやりたいと思いますので、では今からそれぞれチームに分かれて、順番を決めてください。よろしくお願いします。ここにあるの、もう一枚なんかハゲさんなんかあります、順番決めていいような。はい、今日は本日東大戦です。セロさん先方、はい、もうバレバレですね。ワンピーガの先方、セロテープさんです。今日池袋行ってた人たちは結構酔ってる感じなんですかね。あのランブルで対戦会が今日の14時から。はい、出たい、順番の希望があればチームリーダーにお伝えください。大将はやっぱ小室さんじゃないですか。てかこれ言ってるとバレちゃうんであれですけど、バレても大丈夫。まあ確かに、ちなみに 2P は、キャラ固定です。今日はもうシンプルに東西戦で、11時ぐらいに帰る人もいるのであんまりちょっと時間をかけたくないというのもあるので、今日はメインキャラで、1人1体普通の東西戦です。小室さんは こっちです。小室さんは大将です。の試合を見た感じはとてもそういう風には見えませんでしたね。今もうすぐ10時なんで、全然ないです。あの適当に決めてください。はい、 2P 側はもう順番決まりましたよ。あとは 1P 側です。さあチームメイトがチームメイトを煽るというか、
これ試合やってる内容は今録画してる台でやるんですよね、そのまま。ちょうど、まあ今はい、ワンピー側決まりましたので、じゃあ、のじ合いそれでおしまいにしてください。はい、じゃあそれぞれ 1P 側、2P 側に分かれてやりますので、はい、やりますよ。シャルバイソンがかっこいいコンボ決めてく。はい、では配信しますよ、これ。これニコ生で配信してるんでしたっけ。ニコ生で今配信中でございます、全世界に。あ、ニコ生だと一応全世界だけど、日本語読める人じゃないと。あ、そろそろ、あの、生配信もニコ生からツイッチに、全世界に、グローバルに。まあ、ツイッチの方が今ね、あの、ゲーム実況的には生配信は需要が多いですからね。全世界見れますし、外国の方はものすごい好きですからね。じゃあ 1P 側、トップがハゲさんで、 2P 側の先方が皇帝サガットでお願いします。あ、ここ結構外人の方見てる人いるんですね。まあ、ツイッチの方がやっぱ多いですからね。じゃあもう準備できたら始めてください。さあ 2P 側は店員さんです。ハゲさん店員さんです。全然ハゲてないんですけどね。さあ高低サガットで 2P 側、1P 側ハゲさんのキャラクターは何でしょう。ヘイロン。さあ開幕は上タイガー。さあグランドグランドと打って、さあこれは早出しアッパーカットだ。さあピューリーチ、うまい。あ、うまい、対空出ますね。あーっと、これはおっと投げる。そう、ニュートンはかなりまったりしてますね。はい、いや別にあのサガットのアッパーカットはあのレッグ客を本当引きつけないと返せないので難しいですよね。さあっと、これは遠すぎた。さあ勝ったのは皇帝ス勝ったのは皇帝サガット。じゃあ、1P 側2番目はセロさんですね。これのスイッチ版にサチリュウと、はいはい、使いますね。さあ、ダイヤシにうまくダイヤシ差し返して、セロさん、うまっ。さあ、こっから死ぬ。さあ、今の前打ち、あれは完全に引きつけないと前打ちになってダメージ負けてしまいますね。ただセロさん酔っ払ってるはずなのでどうなんでしょう。ただ酔っ払ってる割にはものすごい動きがいいんですが、あ、ただ色がいつもと違いますね。さあアッパーカードガード、それからですね、色は強そうだ。ダイヤシを大勢差し返して、さあこの体勢、さあ高低下がって腕が出る。さあタイガーモード、タイガー、さあどうする。
あー、これはそのままいった、セロテープ大喜び。では、次 2P 側2番目ロードエッサガットです。ここでエッサガット、これは式対決ですね。今のはこのボディープレスはアッパカ潰しになりますね。あー投げ返す。あの早出しボディープレスはタッチガードすれば多分、あの空中ヒットになるので、落ちたところにアッパカが刺さりますと。あー、これはグランドタイガーを呼んで大キックが入る。1本目は セロテープ。俺なんかセロさん酔っ払ってる方が動きいいんじゃないかと思うんですけどね。聞こえてるし。さあボディープレスがそのまま投げる、早出しアッパーカット。ただロードもちょっと困惑してる感じ。さあ上が出ない、画面端に追いやってどうする、台車が刺さって、あー、ここは今のはあれですね、当たりいった感じですね、瀬戸さんが。さあどうする、地上戦をやりたい瀬戸、おーっと向いてで返す、グランドが入って、あー早出しショーキックジャンピックからクサップ、どうする、早出し刺してアッパーカット、さあグランドが入って、これはピオリーチか、ピオッター、どうする、さあ飛び込みから3段、勝ったのはロードエッサガット。それでは 1P 側は3番目アオサイさんですね。残儀が続きますよ。青パン対決ですね、これはある意味。さあ中キック膝が入って、どうする、中キックが入ってダイスでこかす、中キック、これはさ、これ順番ですね、あの右に書いてある順番です。ここまでは青サイペース、ダイスでこかしてガード。さあロード、さあタッチ中盤キャンセル、あれキャンセル入るのはもうエスターだけですからね、あの距離で。アッパカはガードで刺して、さあ体力落ちてきたぞ、どうする、あーっと今のお釣りを逃したのは痛かった。立ち中キックを先に出したので、今ちょっとあれですね、お釣りを言えなかったですね。グランドタイガー打ちまくる、さあ中キック対打ち、大パン、ナイス大パン、飛びたいところに置いてあった。さあ青サイチョップで落とす、ローキックダイヤサイって、さあ今のはスキルミスか、ダイヤサイって残りでロッとリバーサルが出るぞ、アントミないですね、エスタに対しては。ただアントミ出なきゃ、さあ危ない、ビオリーチ、さあグラン、さあタイガーにはガードして残り、あれ間に合わないんですね。さあダイヤシが刺さる、勝ったのはロード。あれはしょうがないですね。さあここで出てくるのがムナーリサガット、これは相当キャラ差ありますよ。ただキャラ差あんのに、ただどうするんだこれ、性能がもう本当にグランドタイガーの性能差が強すぎて。そしてさあタイガー2からアッパーカット、タイガー2に裏回って中まで投げられる。グランドタイガーの性能がすごい、全然違いすぎる。
そして通常技の判定も圧倒的に安坂です。ダメじゃないぞ。さあ対岸に間に合う。さあどうなる、これはいい勝負だぞ。さあここはタイガーに待ったか、投げる。青パンやばいですよね。この同キャラじゃない、同キャラっぽい同キャラじゃない対戦はこれかなりやばいですよね。さあタイガーにかな、アッパーカット。あれはうまい、ただ入んないですね。あそこはここまでは無駄にペース。ただ大キックが入って、さあグランドタイガーがきつすぎる、飛べないっす。さあグランドタイヤきつ、あーっと逃げちゃった、焦がした、どうする。あーっとジャンプにジャンプを重ねてロード3連勝。さあ、次は中島さんですね。これは熱いんじゃないですか。まだいけるんじゃないですか。ただこれ結構エスタガってガイル戦の知識がないと結構難しいと思いますよ。意外に押されちゃうんですよね。ただピオリーチ、さあ大キック、そうですね。いつまでか体力はエスタカが逆転してる。相打ち、おーっとつながってないが勝ったのはガエル。さあバックソバットに、この砲台モードがめちゃめちゃきつい。ひたすらグランドタイガー打ってるだけ。さあ前そばでグランドタイガーを、飛び越せます。そうそう、おっとつながった、ピオリーチ、ここは無理しない。あーここはガイルがペースを掴んでる。あーここはお釣りに前そば入れて勝ったのは中島ガイル。さて 2P 側の3番手は破天荒さんでございます。あ、これは X タップスパス X 伝統の対戦と言っても過言ではないでしょう。ガエル竜、おそらくお二人ともそれぞれ一番やってる対戦じゃないでしょうか。やっぱり竜使いはガエル戦、ガエル使いは竜戦。あゆち、さあめり込んでしまった。さあナイス竜巻。さあ一個待って、キャンセルダイヤシャドウ、ここは竜巻を入れて歩いて投げる。今のは裏剣間に合わない。さあ打ち合いで、ただここまでは破天荒さんが圧倒的リード。ただガエルはこっからでまだ時間があるので全然体力奪えますね。ただそのためどこかで飛ばなきゃいけないような気がしますが、さあここで追い、ほぼ追いついた。さあ熱い時間が、あー残り2秒、ここはガードする。さあ1本目は破天荒、うまく時間使いましたね。じゃあ2本目、これは裏剣間に合わない。さあ中足を着地に入れて、なんか中島がそれ切れてないか。さあこれバックジャンプに置ける、前飛び。さあ竜が下がる、竜ジャックハードは垂直ジャンプで受けるのいいですね。さあこれ受け止めてる。さあ残りタイムが少ないぞ。そして垂直ジャンプのお釣りに中キック入れて、これ相打ち OK。残り10秒、これはもうほぼ詰みですね。早打ち OK で2本目は中島がいる。3本目、開幕波動はガード。あ今のは中波動ちょっと漏れてしまったか。さあファイヤー当たって
ね。あーっと今の勝利は漏れたか。あー真空がドンピシャに当たる。ただ残り時間はまだ十分になるのでここからガイラ全然いける。さあ上り台キック体育うまい。さあ垂直ジャンプのお釣りに中キック入れて、さあ下がる、投げて減った。勝ったのは中島ガイル。お茶丸くんですね。4番目。お茶丸くんキャラ何？バルログ。さあここで早くもバルログ登場。開幕スライディング、スライディング、スライディング。さあ歩いて投げる、受け身がない。さあスライディング入って、さあ画面端でガイルをいじめる。さあこれがヒョウは裏回ったが、おおなんだ今のは。投げ返す。さあこれは何もしない。さあ前そばも何もしなくて、前そばはあのスライディングの一応出がかりに止めれるんですが、投げ返す、ちょっと高かった。さあスライディング入って、さあ裏回って、さあどうする、つまらないぞ。おーっと目の前に落ちる。ただまだ分かんない、残り10秒。さあソニック追っかけて、うまい。あーっとおーっと今のはどうしたんでしょう。今のサマーのお釣り多分投げようとしたんですがちょっと焦ってしまいましたね。登りだキック、相打ち、投げ返して、さあ歩いてた人の位置はさせる、相打ち。あーっと今のはサマー入んない、入んないと判断したら多分ソニックでしょうね。いい判断でした。さあ残りはこれ一度とか、あーっとローリングクリスタル見てからサマーよく見てた。いや 2P が5番目はチャボーズさんのサガットです。これで 1P、2P 並びましたね。5番手同士。これはガエル有利なんですが結構お互い難しいのかなって印象があります。あグランドタイガーの出際に前そば、タイクはしゃがみアッパー打ち OK。 これ画面端行くと相当下がってきついですね。さあソニックモードこれきつい、どうする、相打ち。さあヘビースタブが当たって1本目は中島ガエル。ヘビースタブがあのグランドタイガーの出際に強いんですよね。あれですね今の感じで、はい、ヘビースタブがすごい使える。ヘビースタブでお釣り入れて、これは画面端がつらい、あいつ OK。 どうする、あーこれはソニックで当たる。さあ中島ガエルが強いぞ、4連勝か。次6番手は湘南龍ですね。開幕竜巻はガエル、ガードから今竜巻をソニックで落としましたね。これは大波動を食らってしまう。あソニックが速い。さあ着地投げる。さあこれはシンクが当たって一気に体力逆転。おっとソニック出ない、うなぎにバケてしまって波動拳食らってしまう。さあこれもう相打ちも取れないので、さあここはヘビースタブに昇竜、ナイス勝利でしたね。さあ1本目は湘南龍。さあ今の中竜巻でしょうか。
当たってしまって、ただ置き攻めはガード。さあ大昇竜で対空して、さあめぐり竜巻、これは正面になった。さあどうする、もう真空も食らえない。さあここの真空は見てから、ただ竜巻が当たる。竜はまだ体力、ああこれは波動体育、これはもう削り確定ですね。勝ったのは湘南。じゃあ6番手はバイパーさん。俺たちのバイパーですよ。さあニューは絶対、転びたくない対戦ですね。転んでしまったら結構な確率ではめ殺されちゃうので、さあナイス大スタイク、よく見てますね。さあこのダイブ下がって、おっと今のははめ失敗。さあゲージが溜まってるので、これはダブル台風は食らいたくないところ。狙ってるぞ、怖い怖い怖い。さあ大スタイクうまいぞ。さあどんどん前来るバイバー、怖い怖い。さあこのダイブ下がって、おーっと勝利、残りはわーっと今のは歩き台風狙ってましたね。よくダイヤス、はい、よくダイヤスを出した。今大スタイクよく見てますね。あのダイヤスを失敗してしまうとコンドロダイブだったらちょっと転んでしまうので怖いところ。さあ何もしない、波動を打ってしまうとコンドロダイブを食らってしまう可能性があるので、さあ冷静に立ち回ってますね。さあ上り大タイク、今うまい。さあゲージが溜まったぞ、さあどうする、あーっとそのままいった。まだこれは、あーこれは2択ですね。あそこの対空出なかったのが全てでしたね。あそこで出してればなんですが、さあバケてしまう、あーっとバイバーも失敗。さあアントビからとりあえず一度と削っていく。そうですね、むやみにダイヤ足を振ってしまうとこけてしまう可能性がある。さあたーい、これはハードタイク、タイミングが良かったですね。さあ飛び込んで、さあこれはナイスタイク、めくり立つ幕が入って、さあ無理はしない。絶対近づかれたくないのは龍ですね。さあどうするバイパー、怖い怖い怖い、あー高すぎた。さあこれは歩いてから大昇竜体育、勝ったのは湘南、冷静でしたね。さあ7番手まで来ましたよ、金子ガエルです。さあ開幕はソニックと波動が勝ち合ってポツリたのは金子、ここはヘビースタブじゃなくてダイヤ足で動かすのが一番ベストかなとは言いました。まあとりあえずお釣りは入れたのは良かったですね。さあショーソニック打っていく、さあ竜巻が入って、どうする、ヘビースタブに波動当たって、水上タイパン、この真空はガード、さあ波動うまくずらして、あーっとアントビちょっと高かったっすね。全体ヒットはかなり痛い。さあ翔太様がやった、サマー出したが、あーっと今のダイヤ、あーこれバックジャンプにソニックが立って、1本目は金子、さあ開幕もまた辿っていく。さあヘビスタバガード、さあ竜巻は着地投げて中足入る。さあこれソニック、ごめん、昇竜拳は冷静に中キックでお釣りを入れて、さあ小波動は垂直ジャンプですね、よく見てますね。あれバックジャンプしちゃうとちょっと危ないので、
ナイスタイク。あー、ドンプシャー。湘南乳今日はよく真空当てますね。体力勝ってのはガエル。おーっと手前落ち。あれは空中で落としたかったんですが先に落ちてしまって着地に中パン中キックと入ってしまって2本目は金子。さあうまい、ナイス2段。3段が入らないと判断して遠かったということで今の2段は素晴らしい判断でした。さあ金子ペース。さあただ真空が溜まったぞ、これは絶対食らいたくない。さあハードを踏んでしまってこの2択はどうする。うまい、投げて真空ガード。さあ中腰もガード、ナイスだヤシ。さあ熱い。さあ裏剣入って、あーここの竜巻は待ってた。サマーで脅して勝ったのは金子。湘南が終わったので長州さんですね。おい長州さん、こちらも獣道以来流行ってますね、ケンガエル。さあ波動を踏んでしまってアントミから、さあ膝入ってく。さあ小足を使わせてから膝。さあかえ、これは体力をだいぶ奪いましたね。しかし相打ちももうガエルはあもうしたくないので、あれはもう飛び込みガエルしかないですね。さあ小波動踏んでしまって、さあ中足波動、今のは投げたところに中足暴れ。1本目は長州、2本目開幕はガエルが下がってトニック。ソニックと波動の打ち合いで、おーっと中足に波動拳をぶち当てて、前歩いたところに波動が当たってここまで長州ペース。ナイスシューパンダイク、うまいですね今のは。ソニックが出ない、垂直で避けて、もう一回垂直で避ける。今の昇竜は多分中足に当てていったんでしょう。さあこれは残り1ドット、残り0ドット。さあこれはきついぞ、あれはスラストタイク、うまいですね。あれはもう完全相打ちで OK なんで、よく見たらセロテープが寝てるぞ眠いと、超眠いと。波動に台足です酔っ払いのおっさんですね船こいでますよ完全に。さあ波動の釣りに裏剣入れて、ここまでは完全に金子ペース、いい感じでソニック打ってますね。さあ小波動、ナイスタイク。これこけると危ないので、あこの体育いいですね。あこれは飛び回ってた。サーマーで落として勝ったのは金子。さあ8番目は機械さん、これワンピーが逆転ですね。ここでガエルガエル、ね、そして小村さんが今やっと自分のチームがどっちにいるか気づいた模様ずっと逆を応援してましたね。さあめくりから3段入って、あーこれはめくりから小足にやつからの連キャンダブルサマー、うまい。小村さんは 2P 側でございます。さあ今のかっこよかったですね、今のコンボ。これはアイスオッケー、ナイスタイク。さあここまでは、おっと今のはスタブにバックソバットですかね。ソニックの打ち合い、体力はわずかに 2P 側の機械さん、おーっと今のは対空出したんですか。おおヘビースタブを投げる、あムエタイ今機械さん何しようとしたんですかね。今なんか一瞬迷いが見えたんですが、まあ残りもうゼロですからね、まあ、ほぼ罪でしょう。さあ前様当たる、
これはソニックとマイソバ相打ちで、さあ徐々に下がっていく。これ飛びはあーうーな歩き投げうまい。さあソニックもなって残り50秒切ったところで、この体力差はかなりガイルガイルは厳しい。さあしかも画面端置き返さが背負ったので、ほぼめくられるシーン。おーっと危ないぞ、あーっと早すぎた、危ない。勝ったのは機械ガエル。じゃあ次自分ですね。ワンピーが8番目シュウさんですね。 2P 側の機械さんは、あ、これも8番目、8番目対8番目ですね。さあ、ケンガイルですね。これ今一番ホットなカードですかね、ケンガイル。裏剣。あーソーバット。さあ画面足を背負った機械さん、あ、この体力差でももう結構きついんですかね。なんとか剣は近寄って卓をかけた。おお、つながって、怖怖。あ、波動拳を打つしかない。乗っかって、おお、あー、あ、惜しい。あー悔しい、勝利出なかった今の。もう機械さん完全ひよってバックジャンプしたのに今。まあしょうがないですね、自分のミスなんで。さあここで出てくるのが9番手副将ですね、シャルバイソン。さあバックソバットにグランドが入って短パンチ。さあもうゲージがたまる。さあダッシュグラウンドをバックソバットで返して、さあどうする、ソニックをでとりあえず壁を作って、うまいっすね。さあダッシュアッパーから投げて、さあ機械様はやっぱり外れる、当たらない。これはガード。さあ今のはソバッとしようとしたんですかね、なんか立ち上がったところにダッシュアッパーが入って、1本目はシャルバイソン。さあ開幕ダッシュアッパーが当たって、さあ機械さんがなんか若干ひよってるように見えるが、シャルバイソンはまだゲージはない。ソニック当たって、だぞどうする、投げますよね、投げて、さあこれは余計なことしたか、ナイスカード。おお怖え、おお早、一気に距離を詰めて、さあサマが当たる、投げて、さあジャンプにアッパーが入って、これは削り角だが、おっと削りいけない。さあこれは削り角、勝ったのシャルバイソン。まあしょうがないですね。さて、2P 側の副将は闘魂さんのチュンリー。これはもう完全にバイソンを読んでのここでの位置ですね、闘魂さん。このために置いておいたと。さあ闘魂さん、このプレッシャーに逆に勝てるか。バイソンといえばチュンリー。さあナイスタイク。さあただグランドがあって、ビャーッとめくりから痛い5段。そしてそのまま連キャンからクレイジーコンボ、かっこいい、あっという間ですね。
うまいな。さあ先にゲージはたまりそうですね。さあ相打ち、おっと、さあ前歩いたとこに大キックで大キックですね、こかして、さあナイスオーラパンチタイク。さあパイソンもスパコンがたまったので、トーコンさんも、さあ歩き投げ、もう一回歩き投げ、うまい、おお、さあできるパンチ、グランド入って、残り20秒、トーコン、ただあと投げ2回で死にますね。おお、ここダッシュグランドに戦列を当てる、かっこいい。さあ11、開幕はジャッキコ、さあ歩いて短パンチからアントミー、さあここはおっとヘッドからそのまま投げる、うわ反応早、うわ相打ち、シャルバイソンが戦車のごとくにあっという間に体力奪って、さあここで出てくるの 2P 側、大将は菰田さんでございます。ブランカなのに大将に置かれるという、まあ、キャラを超えた強さがありますからね。菰田さん、この間フォックスの時に全然ブランカでバイソンいけるって言ってましたからね。さあ出てくるのは大将コモダブランカ、歩いたところにダッシュグランド入って、さああそこまでシャルバイソンはアントビからでのあのショーキックキャンセル、あれまではもうワンセットですね。おっと今は二択のリバーライトとこにヘッドで返して、さあバックジャンプ相打ち、うわー相打ち OK で、さあ前捨てから噛んで、あ投げ返す、今の菰田さんは多分中盤を出そうと思ったんですがちょっと出なかったんでしょうね。さあ1本目シャルバイソン、さあ前捨ては大キックで反応して返す、歩いて噛んで、さあうまいバックジャンプ中パンチうまいですね、これはか、あこれは確定、さあ歩いて怪しい、うおー、これもガード、あーっと中盤グラウンドから投げて勝ったのはシャルバイソン、これで勝ちは 1P 側になります、おめでとうございます。じゃあ一応最後大将残ってるので瀬尾くんとやりましょうか、エキシビジョンです。ザキシジョンマッチ、出てきたのは、セオチュンニですね。めくりガード、ちなみにあのめくりはチュンニ側は正ガードで OK なはずです。さあピヨって4段、さあ死なない、さあ残り0ドって、この状況さすがにバイソン厳しいか、さあしゃがんで待ってる、おっとこれはテンションですね。さあ1本目はセオチュンジ、うわーの長いな大パンチ、ハントビからこれをガード、さあダッシュはダッシュストレートと飛行機の相手でもう一回、今度あっとゲージがない、さあお市の転職客まで入れて、さあガエージがないのでバイソンこれは厳しいか、相打ち、おーっとヘッドのお釣りに上り10キック入れて勝ったな瀬尾チュンリー。じゃあ本日の、あれは、東西戦、ゲームニュートンのランバットはこれで終了になります。皆さんお疲れ様でした。じゃあ 1P 側の人たち写真撮ります。じゃあ一応 1P 側の人たち集合写真撮りますので、一人寝てますがほっときましょうか、むしろこれ寝てる人を撮っときましょうか、これ撮っときましょう、
一応これワンピー側の集合写真じゃなくてセロさんが寝てるところですね。本人も気づいてない。はい、ワンピー側の写真、はい、撮り終わりました。じゃあこのまま一応ニコ生でのじあいは配信していくんですかね。閉店まです。はい、一応まあ時間まで配信しておきますので、見たい方はどうぞ。お疲れ様でした。
Oh!
Wow.
Shoot!